今分かってるのは、みんなでワインセラーを見に行った後から白鳥くんが再び入るまでの1時間の間に事件が起きたってことね。事件って佐藤さん、どなたかその間にワインセラーに入った人は、君たち。俺たち別荘の中を探検してたんだよ。それでワインセラーにも入りました。でもあの瓶には触ってないよ。本当か。よしなさいよ大人げない。それよりあなたはどうなの。だいぶ酔ってたようだけど、トイレに行ったついでにワインセラーに入り込んでワインを割っちゃったんじゃないの。バロー、俺はんなこと。ちょっとお父さん。いや実は全然記憶がねえんだ。トイレに行ったことはうっすら覚えてるんだ。ほら見なさい、有力な容疑者だわ。何よ。まあまあ、トイレに行った人なら他にも大勢いますよ。現に僕だって。ん、まさか高木君、私を妬んでラトゥールを。そんなわけないじゃないですか。本当かい。白鳥警部こそご自分で落として割ったんじゃないですか。しっけろ。もっとやめなさいよ二人とも。子供が見とるんだぞ。どないした平次。うんやのうて、さっきから黙ったままやん。いつもの平次らしないで。うん、別に考え事をしてただけや。お前なんか気づかなかったか。さあね。ただなぜか手提げバッグを大事そうに抱えて出てった人ならいたわ。え？あいつ。でもどこ行っちゃったんでしょうねあれ。だから誰かが拾って食っちゃったんだよ。まさか元太くんじゃないんだから。おいお前ら。まだなんか隠してんな。大したことじゃないんです。ワインセラーで元太くんが武道一粒落としちゃったの。それがワイン棚の下に転がっちゃって。でもさっき見たらなくなってたんだよ。誰かが拾って捨てたのかな。